八代目、市川中車11月10日、または11月2日から1971年6月20日は、歌舞伎役者、映画俳優。野号は、立花屋。縄文は、大割りボタン、替え門は三章の中に八の字。廃名に中車。本名は、木のし山徒亭。歌舞伎名跡市川八百蔵を襲名した者は八名を数え。 そのすべてが、注射を拝命、または名跡に使っているが、日本映画で800像、八百蔵注射といえば、通常は、この八代目のことを指す。木野志山と帝は、初代、市川猿之助の次男として、東京市に生まれた。1913年10月、歌舞伎座、増院で、市川松尾を名乗り初舞台を踏む。ここから、役者人生が始まるが、 教育熱心な父の方針で、旧成経過商業学校に、進学、さらに卒業している。役者に、学歴は、不要という風潮が強かった。当時の理園において、これは、極めて稀な経歴となった。1916年3月、松尾は、小がない七代目市川八百蔵の養子に入る。養怪市川八百蔵の立花屋は、実家。 一川猿之助の沢社屋と同様、一川宗家を中心とした、一川はじめ門の番頭閣の家である。従前は、立花屋が、不代、沢社屋が新山という構図だったが、この頃までに、その関係は完全に逆転していた。二年後、還暦を控えた養父はこれを一つの節目として、一川八百像の名跡を松尾に譲り、自分は、 拝命として使っていた、注射を新たに、名石市川注射として襲名することにした。こうして1918年10月、歌舞伎座、随一川なるかみ蘇我で八代目市川八百像を襲名した。1925年、牧野正造、絹笠定之助監督の、天一坊と伊賀良に市川八百像の芸名で出演、続く、沼田光六監督の、 キラレの与三郎では主演した。九百五十三年、歌舞伎座、太公期の光秀で八代目、市川中社を襲名。九百五十九年、芸術戦賞を受賞。九百六十一年には八代目、松本幸四郎と共に、東方に入社。九百六十八年、訓四刀随法賞を受賞する。最後の舞台は九百七十一年六月。 国立劇場、梅雨こそで昔八条の、屋主長兵衛。20日の舞台を務めた後自宅に帰って、休止、74歳だった。当時放映中だったテレビ時代劇、大中心蔵では、中車が務めていた、キラコウズケの助を急遽実定の二代目、市川小田祐に振り、小田祐が引き継いだ、会の番組冒頭では、異例の引き継ぎ工場が述べられた。 母書は七代目と同じ青山霊園。娘が2012年11月6日放送の NHK 総合テレビファミリーヒストリーにてカーラと共に取り上げられた。立ち役でも脇に回ることが多く、苦味走った要望で存在感を示した。三人、吉蔵暮れ発外の伝吉、与原市上吹きな横串の川堀安、康、金出本中心蔵の小物なおなどが当たり役。 映画、中心蔵毛の巻、雪の巻とテレビ、大中心蔵で二度も、キラコウ介ケを演じている。中者の死後、役を引き継いだのは、以下の通り。ありがとうございます。